ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。むきぽん、ピーナッツ。TKD のね、シーズンが一通り落ち着いたということで、怒涛でしたね。いや、怒涛だったわ、ぜ。走り切った。そんな頑張った TKD に、ご褒美じゃないんですけども、あるご報告があります。マジ、ちょっと待って待って待って。結構すごい。マジでサプライズ。マジでサプライズ。マジでサプライズ。結構びっくりすると思う。マジで何だと思う？いや、MacBook。なんか形に残るプレゼントじゃない。形に残るプレゼントじゃない。これちょっと待って、ワクワクしてきた。早速いっちゃいますね。TKD にフルマラソンプレゼントしてみたということで、しげさん、しげさん、しげさん、フルマラソン走れます。フルマラソン決定いたしました。サプライズだね、マジで。俺らで勝手に撮りますとかじゃなくて、ちゃんと裏で僕動きまして、僕の地元のいわきサンシャインマラソンがあるんですけれども、そこのゲストランナーとして TKD 出場が決定ということで、多分嫌だと思うけどリアルにすごくない？ちょっと待ってね、かなり頭が混乱して話が全部入ってきてないんだけど、なんか去年さ、ちょうどこの時期にさ、フルマラソン走ります、俺みたいな、はいはいはい、企画がありましたね。あれも確かサンシャインマラソン、あれもサンシャインマラソンエントリーしたんですよ、僕ら実費でエントリーして、エントリーしての報告動画だったんですけど、コロナの関係でなくなっちゃった。なくなっちゃいましたね。なくなって、あの、なくなりましたっていう報告動画あげないから、 TKD のフルどうなったのっていう視聴者もまあ何人かいたんですけど、結構いますよね。全スル全仕方都合の悪いことだね。全部仕方するから俺です。報告するまでもないよね。昨年のサンシャインマラソンはなくなったけど、去年エントリーしてたことで運営さんが TKD プロジェクトさん、よかったら出てくださいよ今年はっていう声がかかりまして、正式にゲストランナー決まったと。あー、オッケーオッケーオッケー。すげえ光栄だし嬉しいんだけど、はい、一言言ってもらっていい？あー、そういうことね。嬉しいから、それはね、お仕事としてありがたいから、うん、ぜひお引き受けすると思うんだけど、いやでもなんか喜ぶかなと思って、この動画撮るまではサプライズにしようと思ってたんですよね。粋だね。ゲストランナーなんですけども、いわきサンシャインマラソンの公式アンバサダー誰だか分かります？神永良樹？なわけねえだろ。柏原隆二。柏原さん、はい、柏原隆二先輩。ああ、今呼び出したね。ちょっとやべえと思って カット入れるから。あと野口みずきさんが公式というか、はいはいはい、とうとう、うん、この2人の横に、うん、来るのかと。俺テンション上がったんですよ。公認ではないらしい。公認ではないんだ。なんか非公認ゲストランナーらしい。非公認ゲストランナーマジで意味わかんない。いるや、そんな枠が。なんとなく温度感的に、これワンチャンなんか直談判しに行けば、なんかなるんじゃねっていう温度感でのやりとりなんですよ。そんな楽なの？なんかね。いわきはそんな楽なの？なんで、いわきサンシャインマラソン100日前セレモニーっていうのがあるらしくて、ちょうどね、そこにあの、サンシャインマラソン大会の運営の方とか、一番偉いいわきの市長の方とか、ほう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 、あの、来るみたいなんで、いわきのトップの市長に直談判しに行こうかなっていう動画です。あー、それは、うん、賛成ですね。行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。ティーディティティーティディーン。はい、ということでこれからの天気情報をお伝えしていきたいと思います。見ていただいた通り、これからは晴れじゃない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 。いわき市役所着きました。着いたね。今回まあこうやってね、非公認ではありながらも僕らをサンシャインマラソンを走らせてくれるきっかけを作ってくれた、いわきさん受け入れてくれたけど、はい、そのきっかけ作ってくれた人がいるのか。そうです、どうぞ。いや、映っちゃって大丈夫ですかね。お前かよ。本当ありがとうね、ヘミちゃん。本当に嬉しいね、ありがとうございます。ビヨンドも今忙しくて頑張ってるし、こうやって俺らのねこともこうやってやってくれるし、何でもできる。ラニキ、何ラニキって知らないの？とりあえずあの感謝とか普段のこともあるのでカットしないので、ラニキいつもの行きます。はい、ラニキと妥協したね、うん、ちょっと妥協したね、ちょっと妥協した今ね。あの結構周りに人いるんですけど。あ、もう挨拶も終わったから。そうだね、じゃあ、うん、はい、あの抜けさせて、じゃあまた東京で会いましょう。またバイバーイ。このためだけにあいつ言われてきたの。そうだよ。やばっ。これだけのために呼んだ。連絡したら、え、僕行くの？そういう熱い男です。さっきもお話ありましたけど、このいわき市役所初めて僕も来てるんですけれども、はい、これからね、吉川の言葉もありましたけど、いわき市長にお会いして、うん、僕が非公認ではなく公認で知らせてくれというような直談判、はい、しに行くと。ガツンとも行ってください本当に。俺は呼ばれる側の立場だと思ってるから、うんうん、それは調子乗りすぎじゃない？ちなみに、うん、
あの市長の学歴結構えぐくて、いわき高校卒業、東大からの文部科学省からの福島大学理事長からのいわき市長。でも俺の方結構すごくない？だって山形中央卒、はい、東洋大学卒、うん、でフリーターでしょ。やばその言い方やば。すごいいわきのトップの人たちがなんかえぐい名刺いっぱいもらったんだよ。これちょっとひるみそうだけど大丈夫？はやろうが。いよいよいわきサンシャイン5から100日後ということで、今日からカウントダウンが始まります。5年ぶりの開催に向けて今年度は必ず実行したいと思っています。これからは社会経済活動を併存しながら感染対策と一緒に進めていくという流れになっておりますので、今年度100日後には必ず開催できるように準備してまいりたいと思っています。今年こそは5年ぶりに必ず実現していきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで今ボードの前にいらっしゃるのが、先ほども説明ありましたけども、うちでしっかりしろ。ああ、こっちで行くわ。はい、行こう。あ、こんにちは。こんにちは。PKD プロジェクトの池田と申します。はい、よろしくお願いします。すいません、まずはじめに今回このようなお時間とお機会いただきありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。ちょ、言いたいことがちょっとありまして。はい。好きな食べ物って何ですか？好きな食べ物はカツカレーです。違う、そうじゃない。はい、ということで内田市長に来ていただいてます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ふざけたご挨拶から入ってしまったんですけれども、今回5年ぶりにいわきサンシャインマラソンが100日前セレモニーということでお呼びいただいて、マラソンを走らせていただくという、本当に感謝しております。いるんですけれども公認ゲストランナーではないというところですよね。一応うちの、相方で今カメラマンしております吉木がいわき出身というところで、ぜひ我々 TKD プロジェクトとしては公認ゲストランナーをどうにかして勝ち取りたいと、今回直接市長のところまでさせていただいたんですけれども、どうにか我々にチャンスをいただきたいなというところで、あのお話来ました。ハードルが高いんですよね。ハードルが高い、まあそうですね、参考になる基準として申し上げると、そうですね、例えばサブ4とか4時間。サブ4、スタッフさんこれ裏に話聞いてある？あのこれ僕短距離選手で、あの初めての挑戦でっていうので、もうちょっとハードル上がりました。上げるってどれぐらいだったら6時間とか切ればいいのかな。違う、そうじゃない。やりすぎ？分かりました、じゃあ5時間をもし切った場合に、来年度ゲストに、公式でお呼びいただけるように、こう例えば私大会実行委員長なので、実行委員会で推薦をするとか、そういうのは可能。やばい、そっいや今あの、さらっと可能ですねってこう言ったんですけれども、言葉の重みが違うんですよ。そのチャンスを僕に今回くださるということで、よろしいですか？ありがとうございます。でもその代わりですね、ゲーム用意していいですか？YouTuber? いきなりなんか、いきなりそういう感じで来た。これが、いわき市です。クリエイティブだね。そうなんです。いわきってクリエイティブなんだ。なるほど、罰ゲームですか？罰ゲーム、例えばどんな感じ？いわきをこう宣伝してもらえるようなね、ことやってもらうとか。市長、それは罰ゲームじゃなくても僕やります。あ、そうですね。ごまするな。もともと PR するつもりで行ったんですけども、さらにね、さらに罰ゲーム、さらに罰ゲームじゃないですけどね、光栄なことですけども。光栄ですね。わかりました。早食いとか、例えばいわきのね、早食いに値するなんか食べ物みたいなのあるんですか？ジャンボシュークリームとかね。ジャンボシュークリーム、ジャンボシュークリームですか？そう、あるんですよ。いわき結構、でも美味しいからね、ゆっくり味本当はね、なるほど。まあそれはそれでこう宣伝になりますから。なるほど。ジャンボなんとかっていうのをじゃあ、あのもしダメだった場合はそれを動画として一本作成すると。ああ、なるほどね。まあ切りますから。本当に僕短距離専門、東洋大学ですよね。あ、はい、ね、最近ね、あの YouTuber として活躍されてるっていうのは知ってました。ありがとうございます。山形市ご出身、岩手ご出身でね、東北つながりで PR していただいてるっていうのはめちゃくちゃですね。でも本当にあの時間切り簡単にできるものじゃないと中で自分の中では感じてるので、感想できるかも分かんないぐらいの、ちょっと正直今自分レベルなので。でも大丈夫です。体がねシュッとしてね、やっぱり
基礎的なね体力はあると思いますので、みんなニコニコされてますけど後ろでスタッフの皆さん、本当に震えてます。そうなんです、なんですけどやっぱりここにある通り、はい、あと100日、はい、時間が残されているので、はい、できることは、ね、はい、やって、まあ、5時間切り目標ではありますけれども、はい、より良いタイムを、はい、できるだけいいタイムを目指したいなとは思います。で短距離ですもんね、もともと100出せて短距離でやっているので、はいはい、だからその短距離で走ってるスピードで走ればいい、うん、違う違うそうじゃそうじゃない、だからいきなりボケてくるんでいきなりボケてくるじゃあ最初のスタートは11秒で入りたいと思います、はい、期待してます。ありがとうございます。このような機会いただきありがとうございました。これからもいわき市を応援して発信していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします、はい、期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな瞬間あるか YouTube で。すごいね、YouTube やっててよかったね。よかったな。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。いや問題発熱とかなかった最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。